はい、今日はですね、特別な企画としてですね、皆さんからのメッセージを事前に実はいただいております。ご質問をたくさんいただいております。もちろん今リアルタイムで見ておりますので、ペリスコープというツイッターのですねライブ配信のアプリを見ていただきながらこうメッセージを送っていただいてもいいんですけども、事前にですね送っていただいた質問がですね、そう100近くあるんですよ。普段もっとね送っていただいていいんですけどね、なのでこう事前にいただいたものからねちょっとこうピックアップしながら、話題をお届けしていきたいなと思います。そして皆さんの方からリアルタイムでいただいたものも、回答していきたいなと思っております。あ、こんにちは、こんばんは、音聞こえておりますというところでありがとうございます。さあ、質問をですね、解説をしていくというのもそうなんですけども、ニュースとしてですね皆さん気になることもありますよね。なぜならば下落をしているからです。下落をしていてこれ大丈夫なのかなとかですね、これなんで下落が始まってるんだっけっていうのはこれまさに今週の話題として聞きたいところかなと思いますので、先にこの話題を解説させていただきますと、皆さん分かりますかね、なぜこんなすごく下落してるか。もうそこのね反発はちょっと入ってるんですけど、それでもまだもう少し行くかなという形で、チャートトレードをチャートで見ていただいている方はですねもうちょっと下だっていう目線を言ってますけども、ファンダ的にはファンダメンタル的にはですねこれ何がどういう影響をしたのかっていうと、中国の、規制ですね、中国が規制を強化をしましたというところで、規制強化はよくあることというか、全然その市場にとってはプラスのことなんですけども、規制強化の影響で、暗号資産の取引を全部ですね巻き込んでます。全部っていうのはいわゆる中華系のというところなんですけども、で中華系の取引所を巻き込んでるので、何が問題かというと、やっぱり取引所から購入しますよね、ビットコインなり何なりをこう購入するっていう形になりますので、その購入の入り口がですねどんどんこう精査されてて、こうね、サービスを今止めているっていう状況が続いていくとですね、買うに買えないという形になってきますので、単純にですね買いの支えがだいぶ少ない状況が続いております。で、じゃあ取引所何したところが問題なのっていうと、 ICO とか IO をやってるところが全部対象になってます。なので、大手のバイナンスさんもね実は対象になってるんですね。でそのバイナンスさんが対象になったことで、フェイクニュース、ちょっとね海外のニューステレビ番組なのでなんて言ってるかっていうのをさすがにこうネイティブとしてはわからないですけど、これはフェイクだとか過剰だとかっていうのもありますが、日本でもありますよね。日本でも例えば、ね、ニュースでビットコイン大暴落みたいな形で来た時に、なんかこうもうビットコイン終わりだみたいなものをテレビでやるじゃないですか。それはもう煽りですよね。でやった時に、いやなんかこの下落は普段あるしなとか思ったりとか、いやこれはハッキングがあったからで、なんかこう特に影響ないんだよなって、市場にいる人は分かるんですけども、テレビニュースっていうのはめちゃくちゃ詳しい人が詳しい人に向けて言ってるわけではなくて、キャッチーなもので言いますから、それこそバイナンスが上海撤退だみたいなニュースって言ってしまうんだろうなというのはなんとなく海外でも分かるわけですね。でそういうことが大きいですね、そのいわゆる送金騒ぎですね、取引騒ぎというか、こうやばいから出金してこう利確してっていうようなことがちょっと今起きているので、今結構下落してますよというところです。当然こういう原因が分かってしまえばですね、じゃああとは全部ねことが綺麗になったら、ちゃんとこう買いも来るんであれば一過性のものかなって分かったりはするんですけども、ビットコインってですね結構このなんだマイナスの要素をですねニュースを引きずりますので、今の個人の予測としては、年末までに回復するかしないかみたいなぐらい、本当にあと数週間この事象は引きずるだろうなというふうに見ております。なのでご質問の中にもこの暴落は なんだみたいなものも結構いただきましたので、今回の下落の話題に関しては まさにそれです。でただいつまで続くのかっていうのは結構市場がねずっと大引きがちな市場になりますので、そんなねなんか2ヶ月も3ヶ月も続くものではないんですけども、今週来週とかはまだちょっとこの大を引いてしまうんじゃないかなというのが見解ですね。はい、メッセージねたくさんいただきました。中国とアメリカどっちがビットコイン保有してるんでしょうか。断然中国でしょうね。はい、中国の自作自演なんていうメッセージもいただきますけども、分かんないですよね。こういうじゃあ実際に誰が売ってるんだっていう部分まではさすがに特定できないものなので、一旦日本とかね海外からすると巻き込まれたという形になります。ただこういう相場が転換するとですね、その連鎖的にマイナスがいきますので、日本もですねビジネス
ね撤退した会社さん話題になりましたね。あの倒産で申告しましたよっていうメッセージありましたけども、ちょっと出がちです、そういうところは。例えばギリギリ赤字でやってたとかね、あの黒字赤字ってやってたところがこの暴落でもう大ダメージでもう復活できないよっていうのはありえますので、下落自体のきっかけは中国っていう海外なんですけども、これがきっかけでこうトリガーを引いてしまって、日本国内で皆さんが何か使ってるサービスとかですね、預け入れしてる資産の会社さんが何かこう倒産撤退っていうことはもう連鎖的に起こりうるものなので、一旦皆さんの資産はまあ何か安心安全なところに回避をしておくというのを今は推奨をしておりますというところになります。まずですね、100問、ご質問いただいた中でどういう質問をいただいたかなんですけども、半分以上が、60項目ぐらいがですね、仮想通貨の直接の銘柄の話ですね。銘柄の話、こういう銘柄ってどうなるとか、このプロジェクトどうなるとかですね、銘柄依存の話になります。で、他のものがですね、経済の話、例えば世界恐慌って来るんですかとかですね、仮想通貨全体の特定銘柄じゃなくて全体ってどうなるのかとか、どう使われていくのかとかですね、そういったお話をいただいております。で、他にはですね、利用方法っていうね、取引所とか、イーサリアムどうやって送るのとかっていうご質問もいただいております。簡単なところでですね、そういったところはちょっと、すぐに回答できるもの、議論に呼ぶものではなくて、これだって言えるものはですね、どんどん質問回答していければなと思うんですけども、ご質問いただきましたね。マイイーサの送金ができないよとか、特定のね、ウォレットとか、ICO のものでこれが取り出せませんという質問をいただいてるんですけども、まずこれ全体の回答としてですね、皆さんウォレットの時にですね、ガスがかかるっていう、手数料がかかるっていう認識がね、結構漏れてる方いらっしゃるんですよ。例えば ICO トークン送金する時にですよ、そのトークン持ってますよね、多分イーサリアムのウォレットでこう受け付ける場合が多かったと思うんですよ。で、持ってますって中にイーサリアム入ってない人結構いるんですよ。で、イーサリアムを手数料として使って送りますので、イーサリアムを少なくとも1000円ぐらいは入れといてください。1000円かかるわけじゃないです、1円以下でかかるんですけども、手数料が。でも1000円単位じゃないと送金うまくいかない場合が多いので、何かのトークン受け取ったウォレットである場合、そこにイーサリアムを必ず1000円分入れといてください。じゃないと送れません。まずこのね、手数料問題っていうのが意外とね、皆さん認識が不足してる。例えば ICO トークンを、対象トークンを手数料として取ってもらっていいのにみたいな思う方もいらっしゃいますけども、そのカスタムトークンとかはですね、手数料としては取られませんので、なのでそういう時はしっかりとイーサリアムを、入れるようにしてくださいというのが一つと、もう一個がですね、メタマスクが公式になっている場合があります。なので、よくいただいている質問ほとんどですね、特定の銘柄、仮想通貨の銘柄、ICO の、プロジェクトのもので、それが取り出せませんみたいなメッセージなんですけども、メタマスク公式の場合がありますので、メタマスク使ってみてください、その場合は。はい、これで大体のいただいている質問は、ね、解決できるんじゃないかなと思います。それでもなおわからないという場合はですね、また生放送の時にですね、聞いていただければなというふうに思います。まずですね、経済に関するもの、経済に関するものっていうのは特定の銘柄の話ではなくて、この市場どうなりますかみたいなものをですね、ちょっと解説をしていきたいなと、質問に伊藤の個人的な見解としてですね、解説をしていきたいと思います。ちょっと上からいこうかな。はい、一つ目、世界恐慌、いわゆる経済の破綻ですね、実経済の破綻の方が来るから金が高くなってたりとかですね、ビットコインに価値があるんだって思ってる方が結構いらっしゃると思います。このですね、世界恐慌って来るんですか系の質問、来るならいつ来るんですかっていうご質問が、よくいただきます。まずですね、答えとしてはですね、必ず来ると思います。必ず来るってみんな思ってます。みんなっていうのはその有識者ですね、金融の機関の人もみんな思ってます。これはサイクルの話ですね。必ずこう上がっていったものは必ずこう、ね、落ちていくっていう形、落ちていくというかこう調整が入ってくるっていうところなんですけども、それがやっぱサイクルとしてもうそろそろなんじゃないかって言われてたりはするんですけども、ただもうちょっとね、分かりやすく言うと、どこが一番引き金引くのっていう話なんですよ。例えば中国もそうですし、香港、韓国もそうですけども、もはや自国の経済きついって確実に思ってますよね、彼らは。でもグローバルで考えたとき、日本の影響、例えば日本の皆さんは、わあこれ世界恐慌だな今って感じてないと思うんですね。これ国単位の話なんですよね。国単位の話、
なので、もうすでにうわこれもう本当にビジネスどころじゃないっていう国ももうすでにあれば、日本みたいに、まあ、すごい近い国がそういう風に事態になっていても、まああんまりそんな感覚としてはそんなに体感しないっていう国もいるんですね。で、本当の世界恐慌はやっぱりアメリカから来ます。アメリカさんです。アメリカさんがバコンってなんかやるとですね、あの 対岸の火事みたいな形なはずの、結構距離もあるはずの日本も思いっきりダメージを受けますし、あの他の国も全部ダメージを受けてですね、あの立ち直りが遅くなるという形になりますので、まずその世界恐慌の起き方としては自国の問題、あの特定の国ですね、自分が所属している国で見るのが一つと、世界っていうもので含むであればアメリカを見るということが結構大事じゃないかなと思います。でいうとね、日本自体がもう緩やかに崩壊してるっていう方もいらっしゃれば、もうね、あの生きていけるじゃないですか。これをね、強行というのはちょっと、まあ、過剰かなと。経済が停滞してますけどね、停滞してますけど、いきなりな奈落の底ではないので、日本がやっぱり巻き込まれるってなると、日本発の何か大トラブルが起きるとか、ものすごいビジネス転換が起きるっていうよりは、アメリカからの影響がすごく起きてしまって、まあ、リーマンショックみたいな影響が出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、じゃあ今度、まあ、リンクはしてないんですけども、仮想通貨バブルっていつ来るのという話ですね。世界恐慌が来るから仮想通貨バブルですっていうのは、意外とそれはね、リンクしないと思います。実際には世界恐慌来ましたら、ビットコインもある程度資金抜かれると思いますよ。逃がすっていう買いも出てくると思うんですけども、引きずられます、ビットコインだって。実経済とリンクしてますから、今かなり。なので、これとは別次元で、まあ、世界恐慌が来ない前提でですけども、じゃあ仮想通貨のバブル、ビットコインのバブルはいつ来ますかっていう質問がありましたので、これをちょっと回答させていただくと、2022年から2023年に来るんじゃないかなと、2年後じゃないか、2019年だから、まあ、3年後が一つの目安なんじゃないかなというのは個人的な予測をしております。これの理由を説明させていただくとですね、来年またユーザーが新しく入ってきますね。これ日本だけじゃなくて、海外もどんどん法整備されていってですね、どんどんユーザーが入ってきます。で、来年は当然こう上がり調子のところですね。で、バブルっていうのはその過熱なんですよ。加熱、ゆっくり上がっていったらこれは成長ですね、普通の。で、おそらく来年は成長なんです。なぜならば市場は賢いからですね。市場が賢い時はバブルは起きないですよ。だってなんかこれもうそろそろ違うんじゃないかなって思いながらですから。で、これ思わなかったのが2017年ですね。なんだビットコインってよくわかんないけどすごいんじゃないかという、この急角度の推移ですから、この推移がある前には絶対に、あ、なんか大丈夫じゃねっていう期間が必要なんですよ。これ来年だと思ってます。来年かもしくは2021年の前半にかけてですかね、が、おうおう、なんかここ最近のビットコインっていいよねっていうのが、やっぱり1年は必要なんですね、時期として。で、これが来るからこそ、いよいよビットコインだって、またその何も考えてないって言っちゃうと結構口が汚いかもしれないですけども、知らないけどすごいじゃん、儲かった人いっぱいいるじゃんのドカーって、やっぱりその2022年ぐらいのタイミングでうわっと仕掛けたものがスッて入ると思うんですね。その時はやっぱバブルと言えます。いわゆるバブルですから、今この放送を聞いてる皆さんはそこは利確時ですよってことですね。2021年にゆっくり上がっていった場合、ゆっくり上がってて、あ、なんかね、つい数ヶ月前まで100何万だったけど今150万超えたねとか、あ、なんか年末ってなんか200万届きそうだねっていうぐらい、ゆっくりとみんなが価格の上昇を判断できるんであれば、それは決してバブルではないんですけども、要はみんなが怖くなる金額ですね。あれ、ビットコイン300万円がなんかこう感覚として怖いっていうタイミングがありますけど、そんなかなっていう、そんないきなり上がっていいのかなみたいなことって出てくると思うんですよね。そうなってきたら一つのやっぱり利確ラインなんですよ。それは価格ではなくて市場の過熱ぶりで利確ラインを決めていただけばいいんじゃないかな。それの予測が、まあ、2年後、3年後じゃないかなというのを予測しております。これ個人的な意見ですから、皆さんどう思いますか。皆さんもかなり長いんですよ。早いんですよ、市場に参加しているの。なのでそのバブル の来る前の正しい市場を作ってくる人たちが皆さんですから、我々も。なのでこれから来る人が、なんか知らない人がも、まあ、いわゆるあれですよね、女子高生が言い出したら終わりだみたいな終わりだっていうとまた失礼ですけども、なんかその、まあ、バブルが近づいてるぞと
いう、まあ、誰も彼もが言い出したら、右向いても左向いてもみんなビットコインビットコイン言い出したらやばいぞという感覚っていうのは一度経験してますし、今のこの悲壮感の時でいやビットコインなんて今オワコンでしょと言ってるのをマジ聞いている、環境が変わった瞬間を捉えられるのは今市場にいる人たちだけですという形になりますね。全国セミナーでこの人すごいって人いましたか、例えばお坊さんが例え話が具体的ですねお坊さんがビットコイン1000枚持ってましたとか、すごいなっていう人よりも、あ、やっぱり人に言えなかったんだなっていう人にたくさん会いました。まあ、全国セミナーって何っていうとですね、まあ、北海道から沖縄までですね、行く国県バラバラですけど、こうバーッと日本列島を回ることをやってるんですが、まあ、どうしても人に相談できなかったんですっていう形で、パッと質問していただく方がもう本当5年4年ぐらい人に言えなかったっていうね、仮想通貨の悩みですね。あるいはバブルの時はもう騙されるんじゃないかとか、その、ね、今のタイミングでやっと人に言えるようになったみたいな方が結構いらっしゃって、その方はもう5年間ぐらいですね、ずっとずっと一人でどうやって取り出そうかみたいなものを悩んでた方ですね。でこれはね、やっぱ世の中いっぱいいらっしゃると思います。もう自分がもう1億近い仮想通貨持ってるんですけど、取り出し方がわからない、まあ、こういう方はいらっしゃると思います。ただし、なんだろう、その買い方っていうのがありますから、個人で買えたレベルありますよね。例えば、どんなレートでもいいんです。ビットコインでもイーサリアムでもリップルでもいいんですけども、どんなレートでもいいんですけども、当時じゃ あそれいいね買ってみるよって言って、やっぱ出せる限界っていうのは何百万っていう感じなんですよね。やっぱ何千万ってなるともうビジネスですから、何千万を入れるんだったら何かをやりたいって思うもんなんですよね。なのでその何千万投資してる人はもう今市場でビジネスやってる人が多いので、数百万レベルでですね、その、まあ、人に言われてちょっと投資してみようかなってバンって買ったものが手元にゴンって残っていて、時価総額今見ると、あ、出したいんだけどどうしようみたいな、人に言ったらこう刺されるんじゃないかっていうぐらいの金額を持ってるわけですから、まあ、数億ですけど。なのでそういうのは今回行ってやっぱり2名ぐらいお会いしましたので、やっぱ日本にまだいっぱいいらっしゃるなとは思います。なのでそういった方はですね、まあ、ネット上でバンバン相談するのは良くないですけども、実際にそのね、会いに行って、あ、この人だったら大丈夫っていう人にはぜひぜひ相談をした方がいいと思いますね。自分で抱えるよりもいいと思います。はい、バイナンスどうなるんですかね、バイナンス潰れたらどうなるんだっていうね、バイナンスさんは決して潰れるっていう話ではないと思います。潰れるって話ではなくて、いろいろビジネスを変えなきゃいけないっていう形になってるのが今だと思います。で別に変えればいいと思います。変えてもう一回軌道乗ってくると思いますし、日本はね、今中国関係ないですから、ほとんどビジネスの影響ないですけども、大手はですね、ほとんど中国のやっぱ取引って重要でしたから、足元ね、直近数ヶ月はですね、売上がスガンって下がると思うんですよ。で下がるから、今まで投資していた内容もですね、変えてこないといけないですね。ビジネスが変わるわけですから、収益モデルが変わるわけですから。なので、そこに関してはバイナンスさんだけじゃなくて、全ての、取引所さんがですね、結構影響してくるんじゃないかなというふうに思います。では次の2個ぐらいですね、みんな聞きたいんじゃないかなと思うので、お話をしていくと、リップルがこれからどうなるかと、アルトコインのターンってどうなりますかっていうのをね、これいただきましたので、これ先に回答させていただきます。まずアルトコインのターンの方がね、全体の話なんで分かりやすいんですけども、アルトに関してはですね、いわゆる今までビットコインと、その他の仮想通貨、いわゆるマイナーなコインですね、メジャーでもいいんですけど、アルトコインってこうシーソーのような動きしてました。ビットが上がって、利確したものがこうアルトに入ってこう上がってみたいなもので、こうシーソーのバランスがあったんですけども、今はほとんど起きないんですね。なのでビットコインがバンって上がってもそのまんまみたいな形になりますから、そのいつなんだアルトコインはっていうのが市場のみんなやっぱり気になることなんです。ただ、じゃあこれからもそのバランス、シーソーのバランスで来るかっていうと、実はこれもすでにモデルが崩れてるかなというふうに思っております。なので、なんだろう、今のマイナーのアルトコイン持ってる方は結構注意してくださいねっていうのは、サロン内でもよく伝えております。なぜならばですね、このシーソーがなければですね、どうやってお金が入ってくるかっていうのはもう、なんだろう、1個のラインが潰されたようなもんで、新規のユーザーさんが普通にお金を入れてこなきゃいけないですね。そこにビットの利益じゃなくて、普通に法定通貨からバンって、入れていかないといけない市場にはなってきてるかなと思います。でただ有力なアルトコインに関してはこのシーソーまた機能してますからね。ビットコインがバンって上がりました、で常にそのポートフォリオの中で次のアルトコインを買って入れるって形になりますから、アルト全体のターンっていう考え方はありません、今は。なのでいわゆる草コインみたいな、価値があるんだかないんだか分かんないんだけども、その定期的に上がる銘柄みたいな考え方ってまだお持ちの方いらっしゃると思うんですけど、そのターンは、直近では来ません。
賢く市場は銘柄を選んで、その銘柄がちゃんとシーソーのように動いてくるんじゃないかなと思います。ただしバブルの時は別です。バブルの時、いわゆる2年後3年後になってきた時は、なんでそこにお金が集まるのってなると思います。なぜならばバブルですから、利益が含み益がすごい出るんですね。そうすると分散する時にその入っちゃうんですよ、そういう銘柄もバッと。なのでそういう時こそ、なんだろう、面白そうなというか、昔アルトのターンってネタですよね。面白いかどうかっていうのと、もう爆益かどうかっていうものだけなんですよ。なんか100倍になるか1000倍になるかっていう銘柄だけで入ってたんですけど、当然ですけど市場って繰り返しますから、そのビットコインのバブルが2年後来るんであれば、その時が同じ、今この質問された方が求めてるアルトのターンが来るという形になります。で、次にリップルなんですけども、リップルはこれからどうやって浸透していきますか、どれぐらい浸透していきますかっていうところなんですけども、当然ですけども、もうすでに浸透してるんですね。かなり広がってるんですよ、リップルっていうのは。で、これがもっといくと思います。もっといく。で、具体的にはですね、リップルが今作ろうとしているステーブルコインっていう構想があると思うんですけども、そのステーブルコインがですね、より拡大させると思います。今XRP っていう形でどんどんその銀行とか金融機関にバーってばらまいてですね、そこでいろんなものを作ってますけども、実用化ってなった時にですね、 XRP それなりにやっぱ使いにくいですよね。だって安定してないですよ、普通に仮想通貨ですよこれ。なので今、ステーブルコインをね、リブラみたいな感じで、ドールペグじゃないと思うんですけども、バスケットの通貨だと思いますけども、こうステーブルなやつを作ろうとします。で、作ったらさすがにそれは使われるでしょう。いわゆる USDT 使うよりも明らかにリップル使った方がいいでしょうっていうのが金融機関の判断になってきますから、なので そこの部分で言ったらもう、すごい近いと思います。数ヶ月先にはリップルっていうのはどんどん浸透してるかなと思います。で、多分これね、質問ではいただいてないんですけど、じゃあリップルの価格ってどうなりますかだと思うんですね。当然そこまで浸透すれば上がってくるんですけども、リップルのね、ロードマップをちゃんとホームページで開示されてるのを見ていただければと思うんですけども、ペースね、長いんですよ、リップルのロードマップ。5年とか10年サイクルなんですよ。であれば当然そこまでで価格が上がっていくというような構想になってますので、これがリップル社に対して、いや、もっと早くっていうのも、なかなかそのね、投資家としてはちょっと違って、投資家さんとしては、そのロードマップなんだらそれで待とうっていう形で、待てないなら売ろうっていう形になりますので、まあ、リップルっていうのはそういう形かなと思っております。フィリピンのことは、あとね、仮想通貨中身のことは BTC ではフィアット査定にしてほしいとかね、あ、リップル20年後の年金だと思って保有してます。リップル何に使うの？いろんなメッセージいただきます。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、銘柄の話でいっぱいいただいたもの、ニーズがあった順にですね、いきたいと思います。アトミックコイン、今メッセージいただいてるフィリピンのペソのですね、ステーブルコインとになるようなものなんですけども、アトミックコインとね、刀プロジェクトのトークンに関しては、これ結構ね、多分ね、コインオタクもその登壇したりイベントに行ってたりするので、それを聞きたいんだと思うんですけど、この2つね、解説をしていきたいと思います。まずアトミックコインなんですけども、これね、保有者の方じゃないとなかなかわからないと思うんですけども、かなりね、イベントやったりとか、ローンチというか、その海外でね、実際に使えますよっていうレセプションのパーティーとかやったりしてるんですけども、これね、イメージですよ、皆さん、これ仮想通貨だと思わない方がいいです。これはこういうブロックチェーンを使った、トークンエコノミーを作ろうとしているだけで、全然他のね、仮想通貨と振る舞いが違うんですよ。もう完全にオンラインカジノビジネスで、オンラインカジノビジネスの中で、使うステーブルコインという形になりますので、それはまあ自前ですから使われるでしょうというところですね。あとはこのカジノビジネス、オンラインのカジノビジネス、どこまで広がっていくのかというのが一番重要、見方が重要です。なのでどこに上場するとか、じゃあ、ね、トークンの価格がいくらになるとかっていうよりもは、カジノのマーケットを見た方が、アトミックコインに関しては評価が、正しくできるんじゃないかなと思います。で、当然カジノってこれからの文化ですから、期待してもいいんじゃないかなというふうに思います。で、もう1個はですね、刀プロジェクト、これ日本のクロスチェーン構想というかですね、ブロックチェーンのこうアップデートをしている旧来のブロックチェーンよりも機能が高機能なものをですね、日本が全部、作ってやってるっていうプロジェクトなんですけども、テレグラム入ってください。刀プロジェクトに着目している人はまずテレグラム入ってください。テレグラムの意見が非常に活性化しておりますので、結構よく見てます。で、テレグラムが出ているのがチーム問題が出てますね。なんでこのプロジェクトとはちょっと別の話が出てきてるんですけど、仮想通貨のね、ブロックチェーンの構想とかそういった話とはもう別次元の話になってきてしまってますけども、これね、よくあるんですよ、よくあること。
なので、ぜひ、ね、あのこのプロジェクト以外の方もですね、しっかりと見ていただきたいんですけども、まず誰が一番キーマンなのかを把握しておくことですね、プロジェクトの。で、そのキーマンがまだやる気があるのかないのか、ちゃんとそのプロジェクトをこう進行していくのかどうなのか、これが結構大事です。で、なぜならばですね、ボン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 人が入れ替えるからですね、この業界は。で、人が変わらずにずっとやっていった方が健全的に先に進みます。で、刀に関しては今それがチームの再ビルドをやっておりますので、そこで多少の時間がかかってしまうんじゃないかなというふうに思います。せっかくなんでネムもですね、実は少ないですけども、実は解説してほしいってメッセージいただいたんで、さっきネムのこうね、メッセージいただいてますので、ネムを最後に解説させていただきますが、ネムはリブランディングします。ネムじゃなくなりますので、なのでそのリブランディングがうまくいくかどうかっていうのが結構重要ですね。で、これも最新の情報をぜひ取っていただきたいですね。最近仮想通貨どの銘柄もですけども、めっちゃアップデートしてますよ。来年に向けてもうゴリゴリアップデートしてますので、情報を取る量が多いんです。だから当然全銘柄分ね、取ることはできますけども、ぜひぜひ皆さんもご自身の力で、自分の持ってるトークンぐらいはですね、公式発表を見ていただいて、情報のアップデートをしていただければなと思います。今日、100問の質問はさすがに答えられませんでしたので、サロンの方もですね、結構ねメッセージをいただきました。サロンの方もメッセージいただきましたので、オンラインサロンの方はですね、今21時からサロンライブやりますので、今回の100問の質問はですね、全部、答えたいと思います。クローズの中なので、もう少しですね、突っ込んだ内容もですね、回答していきたいなというふうに思います。というところで、本日は皆さんからのたくさんの質問をいただきまして誠にありがとうございました。来週もこの時間で、Twitter ライブ生放送でお届けさせていただきますので、ぜひご視聴ください。本日はありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。